ス対サントス、ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。選手一人一人がこの伝統の一戦、重みを受け止めピッチへと向かいます。4-3-3 のシステムです。そうですね、両ウィングが注目になりますよね。はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね。あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。いわゆるアンカーと呼ばれているポジションですよね。そうですね、この場合はアンカーですよね。ボランチは中盤のそこから起点になってビルドアップしていく攻撃型と、ひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。素晴らしい試合を期待しましょう。ファーストハーフキックオフです。パルメイラス対サントス、伝統のマッチ。解説北澤さん、今日はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サイドのスペースへ走らせる、一旦前を取る、サイドを縦に走らせます。枚数いる、中につなぎたい、ファーサイド、いやー、先制、パルメイラス。さあまずは先制。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。そうですね。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。緩く狙ったボール、これはつながりません。フェリペ・メロ、組み立てながら攻め上がっていく。さあ右へ預けて、ウィリアム、腕前を向けるか。ふわっとしたボール、このスルーパスは通りません。さあカウンタースピードを上げたいところ、ウィリアム、ペナント、プレッシャー、フェリペメロからのフィードボール、このボールはつながりません。ルーズボール、ボールを戻します。フェリペメロ、この試合アシストを記録しています。これはつながりませんでした。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スペース出ましたね。おっと、いいボールでしょう。抜きに行きます、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。パルメイラス、絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。
前へ蹴り出します。大きく縦へ、サイドのスペースへシュート、前線にボールを送ります。裏のスペースを狙う、ちょっとルーズになる、届くかこのボール、一気に前線へ、サイドのスペースへ走らせる、このボールはカットされます。キーパーから前線へ、少しルーズになる、サイドを使う、いいとこありますよ、シュート惜しい。パルメイラス決定的なチャンスを迎えたシーンでした。長いボールを送ります。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、パルメイラスまずは前半先制して折り返しました。リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。そうですね、後半も守りを固めつつ、はい、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。なるほど、さあこのセカンドハーフも両者のプライド激突ということになるのでしょうか。しかしこういうダービーマッチになるとレフリーの方も非常に大変です。パルメイラス前半終わって1対0リードで折り返します。後半見ていきましょう。パルメイラス 1-0 リードです。サイドのスペースへ走らせる、丁寧に足元を使う、シュート、触れた、これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。また中央へ、もう一つ前に行きたい、また中央へ、この柔らかいパス、いけるか、シュート、止めた、ウィリアム、先ほどから随分と寄せられていますが、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、今日は点を取ってますしシュートもたくさん打ってますからマークされるのも分かりますよね。サイドを使う、さあアウトまで来た、あピンポイントで合わせてきます。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、あんま取れませんね。パルメイラス決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。
ビゴル。とこれはつながりません。サントスとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしてるんでしょうね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる比較的守りやすい形になりますよね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。パルメイラスとしてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね、積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。ウィリアム、裏のスペース、シュート、シュート反転して打っていきました。ドゥドゥ、ガビゴル、ゆるく狙ったボール、自分で行く、どうする、大きく縦へ。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ミドル、シードグ、いやいや、ナイスセーブ。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。好セーブを見せました。フュージボール、一人で行く、フェリペ・メロ、素早いパスで攻め上がっていきます。中はマイスイル、クロス、ヘディング、まだある、ボールを追っていく、この位置で受ける、どうだ、アルメイラス、ここもしっかりディフェンスしました。シュート、ルーズボールになる、シュート、守りに行ってもいい時間帯なんですけどもね、チャンスがあればどんどん行ってますよね。さあ左サイドへ、ここで受ける、左へ預けて、離れましたね、いいとこまで行ったんですけどもね。そうですね、ただまだ時間残ってますから、ええ、ここは一旦落ち着きたいところですよね。はい、撫でるようなボールタッチ、シュート、いやー、これはわずかに右でした。パルメイラス、決定的なチャンスを収めることができませんでした。僅差で競り勝ちました。名勝負、ここに幕を引きます。さあゲームは終わりました。パルメイラスとしては負けたくないという気持ちが一番強い相手でしょうからね、特別な満足感があると思いますね。はい、そうですね、そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。パルメイラス、ダービー対決での勝利となりました。